横浜高速鉄道株式会社は、横浜市や神奈川県などが出資する第三セクター方式の鉄道会社である。港未来線の運営及び子供の国線の保有を行っている。本社は横浜市中区元町一丁目に所在する。1989年3月29日、港未来線の事業主体として設立された。 横浜市を主体とする横浜港未来21開発の一環として鉄道新線の開業が計画されたが横浜市交通局の路線ではなく第三セクターの鉄道事業者として新たに設立した理由は同時期にブルーラインの延伸とグリーンラインの開業計画が進んでおり交通局として新事業に着手するのは困難だったためである後に 子どもの国線を通勤線化するにあたり、1997年8月1日に社会福祉法人子どもの国協会から鉄道施設を譲り受けし、道路線の第三種鉄道事業者となった。港未来線は2004年2月1日の開業時から東急東横線と相互直通運転を行っており、2013年3月16日からは、 東急東横線が東京メトロ副都心線を呼び、副都心線を経由して、東武東上線、西武有楽町線、西武池袋線、西武鞘山線、2017年3月25日からは、西武秩父線との相互直通運転を開始したことから、東急電鉄、東京メトロ、東武鉄道、西武鉄道の4事業者への直通運転が実施されている。 大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。港未来線、子供の国線ともに、東急電鉄の路線とは、運賃が別立てとなっている。両車両とも、運行及び整備は、東急電鉄に委託されている。したがって、自社独自の車庫はなく、自社に所属する、乗務員もいない。他社からの乗り入れ車両は、各路線記事中の車両説を参照のこと。 京浜急行電鉄横浜駅の改良工事にあたり、鉄道駅総合改善事業の補助金を受けるため、横浜高速鉄道が事業主体となって、北部改札施設、南通路接続通路、下りホーム等を整備し、完成後は京浜急行電鉄に賃貸している。2004年2月1日の港未来線開業に伴い、 着実に営業利益を伸長させてきている一方で、設備投資等も要求され借入金や長期債務の金利負担が重く、毎期20億円近くの支払い利息が発生している。しかし、顕調な営業利益増や、それによる金利負担削減策等で、2014年3月期において、初めて約3.9億円の純利益を計上した。しかしながら二千十五年三月期は、 約3.4億円の赤字と再び赤字決算となったことで、現時点で約122.5億円近い累積決損を抱えておりしばらくは厳しい経営上強化にある。ありがとうございます。